9年連続で同じカードになった新人大会の決勝戦。試合は前半から互いにトライを奪い合うシーソーゲームの激しい展開となり、朝家の4点リードで迎えた後半26分、四日市工業がチャンスを作ります。2年生のセンター山中陸がこの試合自身3つ目のトライを決め、四日市工業が逆転。四日市工業はその後も得点を重ね、37対31で大会10連覇中の朝家を破り、初優勝を果たしました。すごい気持ちも入っていて、で特にディフェンスでいいタックルしているシーンがたくさんあったので、ディフェンス頑張れればアタックでトライ取るチャンスはあるなというふうに思っていたので、いやめちゃめちゃ嬉しいです、はい、もう久しぶりに泣きました。初めて勝ったんで15人制で、もうその時の勝った瞬間というのは今まで一番嬉しい思いでした。自分たちの目標がやっぱ4冠という目標でやっているので、と次県総体で優勝して、またセブンスで優勝して、最後は花園予選で優勝して、その4冠絶対に目標達成できるように頑張りたいと思います。なお大会でベスト4まで勝ち上がった四日市工業、朝家、木の本、四日市農芸の4校は全国高校選抜大会を目指し、来月東海選抜大会に出場します。